皆様こんにちは。今回はくすみピンクメイクをしていきたいと思います。秋のくすみピンクメイク、顔がむくんでおります。なんかここ数日さ、お出かけが続いてて、家族でね、ですっごい早起きだったので、すっごい早起きになっちゃって、朝方になって、まあもともと私朝方なんだけど、もう7時ぐらいに目覚めちゃうようになって、超いいです。マックのライトフル C、 これちょっとピンクがかるのでこれを使います。で SPF も結構高めなので、私の好きなこのヘラのこれよりもこれと同じ感覚で使うんだけど、こっちの方が、マックの方が、密着力が高い。やっぱちゃんと下地っていう感じで、こっちはどっちかというと、やっぱなんか SPF に特化してるから、日焼け止めに近い感じ。で、保湿力はね、こっち、いや、同じぐらいかな。ただ密着力がやっぱりこっちはマックのものなので高いから、ピタッとくっついてくれます。で今日ね、ちょっと久しぶりにパウダーファンデを使おうかなと思うんだけど、だからこのこれがいいんですけど、ちょっとパウダーファンデさ、どうしようかな、何使おう。セフィーヌとベアミネラル持ってるんだけど、セフィーヌ久々に使うんだけど、ちょっと色が暗そうなんだよね。パウダーファンデって結構暗く沈みがちになるので、全部それで仕上げると、あ、でもセフィーヌの方が明るいかな。フィーヌにします。こんな感じので、ね、私色がねちょっと分かんなくって、このここにくっついちゃってるのね。で裏に乗ってるので、多分私は全然標準よりも暗いカラーです。で、パウダーファンデを使うときは、液体のものは最初に全部、使います。だからコンシーラー使う方とか、リキッドのこう、なんだろう、シェーディングとか使う方はもう最初に仕込んでからじゃないと、汚くなっちゃうので、で、このベースもちょっと馴染んでから、セフィーヌを使っていきます。私はね、こういう、密度が高いブラシで、パウダーファンデは乗せてます。これウェッテンワイルドの P70 っていうブラシなんですけど、なじませてくるくるっと、でちょっとポンポンポンと置く感じで、でもなんかちょっと久しぶりにセフィーヌ使ったら、普段私オンリーミネラルとかさ、ベアミネラルのに慣れてるから、そっちの方がカバー力高いのかもしれない。ただオンリーはね、ちょっと期限が経っちゃったので、ちょっと処分したのでまた買い直したいんだけど、うん、カバー力はオンリーの方があるかもしれないな。あ、でもまあ重ねれば重ねるほどいいね。セフィーヌはさ、渡辺直美さんのあれでめっちゃ人気になってさ、すごいじゃない、もうツルッとするじゃない。で多分それ結構ね、パフで乗せてたのね、直美さんは。パフの方がカバー力は上がると思います。なので気になる部分はパフで、でその周りはこうブラシでこうくるくるっとやる感じ。あ、めっちゃ綺麗。あ、めっちゃ綺麗だわただちょっとこことかはね、コンシーラーつけてもよかったかなと思うんだけど、すごい久しぶりにセフィーヌ使いました。つるっとする。で色も今は私この色がすごくいい感じ。ベアミネラルもね、ちょっと暗い色を買っちゃったので、ちょっとね沈みがちになっちゃうんですよ。だからこういうちょっとカバーしたいところはスポンジとかでこうポンポンとやってみてもいいかもしれない。赤み気になるところとかね。このつるんと感が本当に好きで、私パウダーファンデのこんな感じです。でそしたら、眉毛は明るめのカラーで仕上げていきます。これはパラヌーの、ライトブラウンかな。こんな感じで、ちょっと太くしすぎず、自分の地毛の眉毛の太さの感じで
こんな感じ。私は最近は眉頭はもう描き足さずに、なんなら地毛のここら辺も生えてくるんだけど、それは抜くようにしてて、ここを結構広く取るようにしてます。私もう顔がちょっと濃いめなので、もともと眉毛がこう寄りすぎると結構ねきつめな強めな顔になっちゃうので、ちょっとそれは意識して眉毛はここは開けるようにしてます。で今セザンヌのアイブロウパウダーでちょっと間を埋めてます。でロム&の眉マスカラを使っていきます。これ本当に色抜けるからいいよね、安いし。割と私ね Q10 でいろいろ毎月お買い物するんですけど、だから新しいものがまたいいものがあったら紹介します。こんな感じで、そしたらこの間購入品紹介でも紹介したアディクションのパレットを使っていきたいと思います。ザ・アイシャドウパレット008番、このくすみピンクアイシャドウを使っていきます。まずここのちょっと本当にくすんでるカラーを本当にくすんでるカラーをちょっとのせてみます。このアイシャドウパレット使うの初めて。私結構メイクはもう本当にメイク動画ほぼほぼそうなんですけど、全部即興でやるので、新しい発見。あ、かわいい、くすみカラーだけど見た目よりも馴染みがいいです。ちょっと広めに、かわいいね。で下はちょっとまず涙袋をちょっと作りたいので、このカラーでいけるかな、この暗いカラー。ちょっとそれにしては薄そうなので、もういつものキャンメイクのパーフェクトマルチアイズ5番、このちょっと赤みカラーで涙袋だけ描いていきます。こんな感じでちょっと涙袋だけ作っておいて、そしたらこのまたパレットに戻って、ここの明るめピンクをのせていきます。うん、かわいい。なんかピンクだけどちょっと赤みも感じるカラーで、すごい使いやすいですね。二重幅ぐらいまでちょっと乗せていきます。うん、めっちゃ可愛い。そしたらここのねラメをちょっと試しに、ちょっと目頭側、おお結構色が出る。これが結構ピンクですね。黒目の上にしようかな。黒目の上に、あんまり上に行きすぎるとこのラメ自体も結構色が出るので、なんかそこだけねポコってなっちゃうので、ちょっとこの最初に入れたカラーと同じぐらいの幅でちょっとやっぱ全体的に入れます。うん、かわいい。そしたら下まぶたなんですけど、これも最近Q10で買ったんだけど、トゥークルフォースクールのこのさ涙袋ペンみたいなやつを買ったんですよ。鉛筆みたいなやつの9番シアーヌードと11番デューベージュっていうカラーを買ったんだけど、この9番をまず涙袋にのせて、これ本当にね鉛筆みたいにサラサラしてるんですよ。それがちょっとびっくりしたんだけど、もうちょっとこうなんだろう、いわゆる涙袋ペンみたいな感じでちょっとペタッとするのかなと思ったら、すっごいサラサラでびっくり。でこれを塗ってからここのカラーをちょっと重ねてみようかな。消えちゃうかな、このサラサラすぎてこのペン。あ、でも
ちょっとこのピンクが上まぶたよりは淡めに発色しますね。やっぱ最初にベージュを入れてるから。あ、いいね。あ、いいね、かわいいね。じゃあラメ、ここのラメをちょっと目頭側からのせていきます。ひらっと繊細なラメがね、塗ってくれますね。あ、いいね、あ、いいね、かわいいね。ただちょっと涙袋消えたのでまた後で修正するんですけど、私の涙袋が浅すぎて。そしたらこの一番濃いカラーをちょっと細めのブラシにとって、こう目尻引き締めに使います。うん、しっかり色も出て、ここがちょっとキュッと締まってくれるから可愛い。下もこの目尻側に、あ、可愛い、このカラー。ほんとこういうさ、パレットっていうか、まあアイシャドウ全般とか、まあ色物のコスメってさ、見た目とさ、手に出した時とか、まあ肌にのせた時、発色が全然違うから面白いですよね。こう目の際に沿って今日はのせてみようかな。最近ちょっと垂らしてたんですけど、うん、これで囲みメイクでもすっごい可愛い。アイライナーなしでも可愛くないですか。なのでちょっと際にも入れとこうかな。あ、可愛いよ、このシム色。まあ私がシム色に使ってるだけですけど、一番濃いからめっちゃ可愛い。わあ、かわいい、好きな感じで。そしたら、マスカラもちょっと赤みを使いたいんですけど、この間買ったファシオのこのカシスがこの間使ったらちょっとやっぱね、カラーマスカラ目力がなくなっちゃうので、マジョマジョの線入りの下地でしっかりこう元のまつげの長さを出して存在感を足していきます。やっぱ抜け感は出るんだけどさ、目力がなくなっちゃうので、下アイライナー引いた方がいいかな。このアイシャドウだけでいいかなと思ったんだけど、もうマスカラを塗ってみて目力が足りなかったらまたアイライナーを足します。よし、でちょっと乾かして、シェーディングを入れていきます。まあいつも通りフーミーで入れていきます。このね、鼻の頭と中間とここの眉間の部分、なせる。そしたらチークも今日はちょっとくすみカラーを何個か持ってきたんですけど、あ、今日シェーディングこれ使おうと思ってたら忘れてた。セザンヌチークが MAC のこの新しくリニューアルされたグロープレイクッショニーブラッシュのくすみカラーを2個持ってきたんですけど、どっちにしようかなと思って、このブラッシュブリーズ、あのブラッシュプリーズっていうカラー、こんな感じのカラーと、これがちょっと青みのトータリーシンクトっていうピンク、こんな感じで、これ混ぜたらどうかな、これとこれ今ここで混ぜてるんだけど、あ、混ぜたらいい感じかな、混ぜてつけてみようかな。そんなことできるかな。一回ちょっとこれを
広めにポポポンとちょっとピンク、青みピンク感をちょっと出して、可愛いですよね、このツヤが本当に。でこれは本当に指でこうパパパーっと仕上がるよっていうのが売りなので、ちょっとこれだと違うのでこれを重ねていきます。私の場合ね、そばかすが本当に多いから、濃いめのチークつけるとちょっとすごくね、さらに濃く見えるんですねそばかすが相まってね。まあこんなもんでいいかな。はい、そしたらハイライトもちょっとピンク味のある、これね結構昔の限定なんだけど、ディオールのミネラルヌードルミナイザーパウダー001番、多分限定だったと思う。このピンクカラーをちょっと足していきます。いつもゴールドなんですけど、今日はちょっとピンクメイクということでピンク系のハイライトにしてみました。これちょっとねピンクがしっかり出たりするので、普段はピンクメイク以外は使わないんだけど、可愛いですよね、統一感が出て。はい、そしたらちょっとマスカラを塗ってみます。このカシス、まあ赤みなのでね、普通の他のオレンジとかのカラーマスカラよりはまあ目力は出るんだけど、やっぱりねブラウンとかブラックに比べるとあれみたいになっちゃうんですけどね。あ、でも下地塗ってるからしっかり目力は出るかな。はい、マスカラもしっかり塗りました。結構存在感が出てると思います。そしたらリップなんですけど、 MAC の、リップペンシルディープリーテディっていう、これでちょっとしっかり枠を埋めてっていう感じで塗っていきます。こんな感じのくすみピンク、かわいいよねこの組み合わせ。そしたら MAC のリップガラスを使っていきます。クリアのリップガラスでしっかりツヤをします。かわいいんですよこのツヤが。こっくりしてるので苦手な方は苦手かもしれないけど、私はすごい好きです。こんな感じ。はい、そしたらちょっと髪の毛をやってカラコンも入れたいと思います。メイクはこんな感じ。はい、カラコン入れて髪の毛やってきました。髪の毛はもう前髪はただこう流すだけで、ちょっと前髪もすごい伸びてきたので流すだけで、髪の毛はちょっとだけ外巻きに毛先とかをねしてきました。で最近ちょっとね何もつけないドライヘアにすごくハマってて、オイルとかつけてまとまりのある髪も好きなんだけど、私の髪質的にちょっとねペタッとなりやすいので、まあ、ちょっと近々美容院行ってレイヤーを入れてもらおうかなと思うんだけど、ストーンとなりやすいので、 なので今は何もつけないドライヘアにすごくハマってます。そうするとふわっとなるので、でこれにちょっとケープとかをしてキープするのが好きです。でピアスはチーのビッグフラワーのクリアをつけてます。クリアはもういつでもどのメイクでも合うので、これねワイヤーなのでちょっとこう耳に沿わす感じでやってあげたりとか、逆にこう立たせてあげたりとか好きな感じにもできるので、ぜひやってみてください。はい、でカラコンはレンシスのエイリングレイをつけてます。やっぱピンクメイクとグレーカラコンって私鉄板で永遠に可愛い組み合わせだと思ってるので、でしかもすごく馴染みのいいグレーなので、私すごくエイリングレイはリピートしててめちゃくちゃおすすめです。9点で買ってます。はい、こんな感じで最近買ったアディクションのくすみピンクアイシャドウを使いたかったので、それを使ってトータルでちょっとくすみピンクを意識したメイクをしてみました。結構さ最近プチプラが私本当に好きだからさ多いんだけど、デパコスメインで
やったらやっぱデパコス顔になりません？まあ、アイシャドウの発色がね、絶妙だったりとか、やっぱりちょっとくすんでたりとかさ、そのデパコスならではの発色だったりもするから、まあね、どっちも本当に好きなので、うまく使い分けてメイクをして楽しんでいけたらなと思います。はい、こんな感じ。本当に可愛いメイクができたので、秋のピンクメイクとしてぜひ参考になれたら嬉しいです。では、最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。